トネ発電。トネ発電とは、明治期から大正期まで、北関東に存在した卸電力会社。トネ発電株式会社は創業当時は、高下水力電気株式会社と、名乗り1907年、明治40年5月に、高下水電、資本金60万円で、声友会の第二子、大岡育三村により発起し、翌1908年、明治41年12月、 東京市京橋区で創立された。北起人総会にて、北起委員長に、笠西愛次郎が務め、同社は、利根川水系、沼尾川に、出力1 8 0 0ットの発電所を建設し、群馬県の渋川、伊勢崎、大田、立林の各町に電気を、供給事業を計画して認可受けた。その後、高下水は、株式募集するが、応募状況が古わず1909年。 明治42年5月にたっても総株式数1万2000株のうち3249株が不足し、万株とならなかったようである。そのため、常務委員が約束手形で払い込みを行いよう約第1回の株式払い込みを終えることができた。創立時の上位株主は、群馬県や埼玉県北部の地主、金融業、建設業、声優会計代義士だったようである。 また発電所を建設する予定地だった沼尾川が水量不足であることが判明し、急遽、都根水力電機から片品川の水利権を譲り受け、発電所の位置を押すことにしたようである。このような右翼施設を経て1909年、明治42年5月25日、工芸水力電機株式会社は、創立総会を開催するに至り創立総会にて、社名を、 トネ発電株式会社に変更した。トネ発電は、発足時には本社を東京に支店を前橋に開設した。創立直後は、神戸水電の創立常務委員長の笠西愛次郎が就任し、土木技術も笠西自身が指揮していた。電気技術は岩田武雄が指揮していた。1909年、明治42年8月に着手した上久屋発電所。 1 2 0 0ットの建設工事は、水路工事の遅延などのあって、すべてが、遅れが生じたが1年後1910年、明治3年9月には竣工し、前橋へ、送電、22000ボルトを開始した。前橋市への供給は1910年、明治43年5月に認可を受け、同年9月に開催予定の一府14県の、共振会での点灯に向けて、 フォイト製車と GE 製のジェネレーター、発電機6 0 0ットが水車と共に2機が設置された。トネ発電から供給を開始した前橋市は、高崎水力電機が自社の営業区域として供給しており、後発のトネ発は、当局から配電線を地中に付設することが命ぜられた。後に、日本発の地中線と言われた。だが、トネ発電では計画変更が余儀なくされ当初の、 建設費60万円の予定が93万円に、膨れ上がり元と資金難に苦しんでいた都根発電はその差額分を、伊勢崎銀行、深谷銀行、群馬商業銀行、新田銀行に、借り入れざるを得ない状況だった。このような建設費の予算超過もあり1910年、明治43年12月に、河西愛次郎が社長辞施、1911年、 明治44年1月には、はずみりぞが社長に就任し、同時に本社を前橋市に移し、前橋市店長を指人とした。1910年、明治43年前橋市への供給を開始した、トネ発電は、翌10月には、群馬県沢郡伊勢崎町、大田町、立林町へ、翌11月に、 渋川町に供給回収へ被災や発電所を設置時、わざわざ地中線敷設し、前橋市へ進出を果たそうとしたが、前橋市には高崎水力電気の営業区域になっておりそのため、トネ発電の開業前後から、前橋市では5000棟近くの電灯供給を行っており、トネ発電の割り込みによって、 前橋市の伝統需要を減らし両者が割引合戦に突入し伝統量が大きく減少する事態に陥った。最終的には両者が痛み分けに終わり両者の競争は1911年、明治44年2月22日、ト根発電が渋川町の供給権と電気工作物と金9万5000円と引き換えに高崎水力電気は前橋市の供給権と 電気作物を譲渡するという条件で申し合わせが成立した。1911年、明治44年3月前橋市は、利根発電の営業区域になった。その後利根発電は、積極的な事業を拡大進め、群馬県は、もとより、栃木、埼玉の両県にまで営業区域広げ、群馬県最大の需要地である高崎市は、 高崎水力電機の営業区域であったため競合を、酒1911年、明治44年11月には、群馬県利根郡沼田町を営業区域とする、利電力を買収し新たに、利根郡城久屋村周辺町村の供給認可を得て1912年、明治45年2月までに送電を開始した。同月に、埼玉県北埼玉郡羽生町へ供給権を、 獲得して1912年、明治45年8月は、栃木県麻生郡、足利郡、下津川郡を営業区域とする栃木電気を買収し、11月には、群馬県山田郡、栃木県足利郡を営業区域とする渡らせ水力電気を合併した。わずか2年余りで、群馬、栃木、埼玉にわたって展開されるようになった。トネ発電が、 営業規模が急速に拡大した結果、大株主や役員の構成も変化が現れ1911年、明治44年下期には東武道社長、根塚一郎が筆頭株主となり、同時期にトネ発電の相談役に就任しており、根津自身がトネ発電に経営に強い影響を与えるようになった。この当時埼玉県東部から群馬県南部にかけて、 東武鉄道、東武伊勢崎線が開通しており、電化の際に電力を容易に売るためだったと思われる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。